はい、皆さんどうもこんにちは。ブドウです。ファイアエンブレム暁の女神続きをやっていきたいと思います。もう一回、ライブすればいいよね。よしよしよし。で、多分ね、ブラッドどうかな。ブラッドがどこに動くかが問題だよね。ちょ、これでいいか？念には念を。うん。イエスは怖いな、イレス。イレスだと殺しちゃうかもしれないから、一旦待機。逃げようか。これで OK。さあ、よし。よしよし、これ届くんじゃね、ローラで。うわぁ。うわぁ、さすがブラッド強いぜ。もう仲間にさ、すぐ戦力になろう。なってもらおう、戦力に。よし！いけるかな？よし、行きましょう。まさかあなたは、ブラッド？ローラ。ああ、やっぱり。でもどうして？デインジのあなたが駐屯兵に？俺が引き受けられたのは、ベグニオンの正家だったからな。デインジンとしての過去は捨てた。それでもあなたの体に流れる血は間違いなくデインのものなのに、過去を捨てたなんて、司祭様がお聞きになればどんなに悲しまれるでしょう。行けよ、お前一人ぐらいなら見逃してやるから。嫌です。ローラ頼む。妹同然のお前を痛めつけるような真似させないでくれ。みんな司祭様のために命がけで戦ってくれました。その方たちを置き去りにして私だけが逃げ延びるなんてできません。そう、ブラッド、俺だって分かってた。ここにいるベグニオンの奴らがどんなに腐った連中かってな。けど下手に歯向かって収容所送りになるのもバカバカしいかって。でももういい。じゃあ司祭様の教え通り、自分が正しいと信じる道を選ぶさ。お前も他の連中もここから逃がしてやる。ローラ、俺が守ってやるからそばを離れるんじゃないぞ。ブラッド、ありがとう。やっぱりあなたは昔のままとっても優しい人なのね。やった。結構ローラがやばいんだよな。あー、ローラがやべえな。あれ、あら、ああ、なるほど。盗もうぜ。よし、間接攻撃はしてこないと分かったので、ここに置いていい？ダメだよね。ダメだよね。ローラに来るんだよ、一人な。一人ローラに来る。から、エディかな。エディで、ちょっと。出しちゃえば、OK。ブラッドは、鉄の槍。やった、ブラッドはね、もうガンガン育てていく。もう、うちの主戦力になってもらう。うん。で、この人の傷薬はもう諦めて、レオナルドでプチプチしよう。うん。いや、イレースも。イレースレベル高いな。うん、どうしよっかな。え、てか、ボスがここにいる。なんで？ボナードさん、あれですよ。なんか、ここにいたんですよ。ノーマルの時は。しかも、この長弓か。きついな。しかも風切りか。レンマの書盗みたいな。なんだか忘れたけど、結構まあ悪いやつじゃなかった。どうやって攻めるかが問題だな。えい。無駄キャンセル。よし、多分エディに一人来るんじゃない？おそらく。多分一人エディに来るな。うん。痛え！鋼の弓は痛いな。よし。いいぞ。
あ、ブラッドに来んのか。いてー、ほら。よし、だったら8か。誰かちょっとだけダメージ与えられる人。ダメだな。ブラッドは速さがね、めちゃめちゃ伸びにくいんですけど、めっちゃいいんですよ、他は。力、守備、技。70% ぐらいだった。これはどうしようかな。これ、イレースで。あ、違う、ミカヤだ、ミカヤ。どうしよっかな。ノイスで、じゃ、ノイスで、倒せない。くそ。この手ありは来なかったんですよね。だったらノイスで削り、ノイスで削ってブラッドでとどめを刺す。ほら。いて。もう鋼の槍とかもう痛いな。ブラッド。当ててくれよ。頼むぞ。頼む、当てて頼む。よし。オッケー。もうガンガン育てる。で、エディで。いける。よいしょ。いいぞ。エディがへたれてる。で、レオナルドで攻撃して、よし。なんかレオナルド強いな。このレオナルド結構強いと、強いんじゃない?結構エディとレオナルドだったら、エディの方が強くなるんですけど、強くなるイメージがある。よし。痛いな、鋼。痛い。ほら。よし。あとちょっと。これいいよね、これ倒して。倒そう。頼む、力と速さが上がってください。力と速さ、よし、いいぞ。力と速さ頼むぞ。おお、速さ惜しいけどいいぞ。これはいいぞ。守備が硬くなってる。やばい、レオナルド結構強いんじゃないこれ。で、ローラ回復してあげます。これさ、来ないよね、こいつ来ないよね。一応置いとくか。よし、で、あの手ありをどうやって誘おうかな。え、ちょっと、うわ、違う、剣か。
倒せる。倒す？倒しちゃって、倒しちゃって、倒しちゃっていいかな？いいよね。倒しちゃおう。よし、来たぞ。えい、えい。あぶねえ。相手にも必殺があるのがほんと怖い。頼む、エディ。力、速さ、守備、技。剣士らしく、剣士らしく、剣士らしくよ。本当にへたれてきてる、やばい。これはやばいぞ。助けてエリーク。で、ちょっと回復に専念するか。ああもうなんか怖いな、こんなとこいきなり来ないでよ。こんな本当にもうびっくりした。癒しの手、ボスはセイニーで倒そうかな。セイニーは確か2冊手に入るんで結構惜しみなく使える。うん、離脱か、離脱だから、これどう、この人いきなり動いてきたら困るんだよな。オーナード、テオノを誘いたいな。テオノ、てかさ、竜の盾とかちょっと貴重だから交換しようぜ。あ、違う。はい、よし、どうかな。来ない。確かね、テオの誘いたいな。テオノもね、厄介だから倒しておき、長弓も、長弓は多分動かないだろう。このアーマーはね、多分動かないと思うんですよね。おそらくここ塞いでる人だから動いたら意味ないしね。じゃあテオノ誘おう。テオノ、レオで、よし、でブラッドでとどめさせない。うん、おお、速さがないんだよね、ブラッドっていうのはね。速さないけどそれを差し引いても結構って、逆に言えば速ささえ伸びてしまえばかなりいい。つかまって、やり、まあ、後ででいいか。うん、何？まあいいや、弓蓄ができる。じゃあここもちょっと育成会かな、今回は。ザッ、よし、おお、倒せるじゃん、次で。いいね。あ、ソルジャー、ソルジャー、ソルジャー。まあいいや、とりあえず倒そう。よし、どうしようかな。
誰か鋼のノイス、ノイス、うん、イカヤでふさぎ、ブラッドでじゃあチクチクしようかな。違う、どっちがいいかな。レベル8、あ、ブラッドでいく。ブラッド、えい、イレーサー逃がしとかないとやばいよな。これさ、ララベルさんとかのステータス見れるんだ。魔力10。カンストか、魔力10で。ベンダー。おぉ。あれ、体格は体格。体格6。重量6。クルトは、クルト。ああ、やっぱさすがだな。ビルグリム。絶対なんか手加減してますよね。クルトもっと強いですよね。まあフード被ってるってことが、まあ誰かわかると思うんですけど、前作知ってる方なら。よし、手ありは動かないよな、さすがに。よしよし、こいつだけか。頑張ってノイス。さっ、よし、いいね、結構避けてくれる、えらい。よし、こいつどうしよっかな。レオは届く、よし、あ、いいね、素晴らしい。じゃあノイスでこいつ倒して、当たれよ、当たれよ、当たってよ。86、よし、うん、リレースで削って、リレースで削って、よいしょ、えい、オッケー。魔導士の紋章もね、総炎より結構動きがあれですよね、いいですよね。あ、来ないよね。暁の戦闘アニメは本当にいいなと思います。でもすごい良くなってると思います。よし、いいぞ。これ結構ターン数かかるだろうな。よいしょ、うわ、ちょっとな、増援、じゃあ増援対象に当たるか。うん、その前にこの人倒したいんだけどな、無理なんですよね。エディを向かわせるか。うん、でサザーで塞ぐか。よし、ちょっとここから結構作業芸になると思います。はい、えい、よし、レベル10ぐらいにはしたいな、ブラッド。レベル10ぐらいにはしたい、できれば。うん、来た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 、この2人か。ソルジャーだからノイスで誘いたいな、ノイス。うん、よし、you
痛い。ほら。よし。こいつはもう一ターン待った方がいいですね。後ろからイレース。イレースとノイスはどっちがいいかな。ノイスでいっかな。ノイス。よいしょ。よし、いいぞ。次の1回ぐらい耐えてくれる。よし、頼むぞ。力を伸び、力力。戦士らしく。戦士らしく力。魔力。まあ、そうですね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。